本日はご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。遅いな。はい、2月、あ、本日はですね、千賀というところで、在校生のゲストをお迎えしてですね、春からプロになるんですが、在校生をお迎えして、開催しました。どうでした？あ、すごい、はい、どうでした？はい、高校生に教えてみてどうでした？そうですね、すごい新鮮で、今まで教わる立場だったんですけど、教えるってなるとすごい新鮮でしたね。はい、でそれもいろいろ聞いてみてたみたいだけど、どうでした？先輩の教え方とか、やっぱこれからプロになる人の技術を教わることができてよかったですね。だよね。次回は2月3日になります。2月の3日は、初めてでもできるデジタル講座、デジタルペイント編を行ってまいります。もしかするとこんな方もいらっしゃってくれるかもしれませんし、スタッフもたくさん、おりますので、分からなくても大丈夫です。ぜひご参加ください。でさらにですね、1月の20日、本日よりですね、新潟県内先行ロードショーというところで、ミッドナイトバスという映画がね、公開されております。そちらの方にはキャラクターデザイン家の、在校生、描いた作品出ております。どのように映画に絡んでいくかはぜひ、ご覧いただきたいと思います。見た？いや、見てない。これから今日見に行く感じ？いや、まあ、だよね。待ってます。